はーい、どうも、ほんとだよ。今日はね、ついにバージョン 4.3 が、アップデートで追加されて。はーい、どうも、ほんとだよ。今日はね、ついにアップデートバージョン 4.3 が配信されて、その最新のアップデートで追加された、メイン製のアップについての動画です、今日は。で、まだ、このメイン製のアップについてなんだけど、ここには追加されて、かけらもゼロ。で、見てみたら、あれ、メインギア、メイン製のアップがついたメインギアがないんだよね。もう売ってもなくて、店にも売ってもなくて、で、今までマーキングガードがついてたやつには、この、バックダメージ軽減とマーキングガード一緒になったギアがついてるから、今のところメイン製のアップは、サブギアだけみたいです。なので、まあ、とりあえず今回は、ちょっとまずメイン製のアップのかけらを集めるところからだね。サザエをね、93個。いや、貯めといてよかった。使わなくてよかったわ。ちょこちょこ使ってたんだけど、とりあえずサザエを使ってメイン製のアップのギアを手に入れていきたいと思います。じゃあ行くぞ！で、あ、そうだ。言い忘れてたんだけど、メイン製のアップは叩き剣先のブランドが付きやすくなるみたいなんです。前までは叩き剣先はマーキングガードが付きやすいギアだったけど、今回のアップデートでメイン製のアップが付きやすい、ブランドになりました。はい。じゃあ、早速、スロットでメイン製のアップ大量に手に入れていきたいと思います。さあ、一発目。あ、間違ってクリーニングしちゃった。いや、間違った。あるある。間違ってクリーニングしちゃったよ。ほんとに何してんの？それでは、スロット回していきたいと思います。今回は間違ってないぞ。さあ、スロット回すぞ。付け直す。さあ、メイン製のアップ。多分、サザエ90個もあったら、相当手に入ると思う。ふっ！あ！早速、メイン製のアップのギアが1個。よし。確かにこれ、だから 3.9 したかったんだけど、メインギアがねえから、まあ、最高、サブギア 0.9 だね。よし、ガンガン回してくぞ。うおー！やったー！イカ忍者にメイン製のアップ3つついたー！はい、とりあえず、サザエを使いまくって、ちょっとあれ、叩き剣先のギアを回しまくったんだけども、戦果がね、まあ、これと、この2つと、こう 0.2 がね、それぞれついたのと、あと 0.3 ついたギアが、まあ、2つ。このイカ忍者にね、ついたのがかなり、神だったかなって。イカ忍者に 0.3 ついたのと、スペシャル性のアップに 0.3。で、大仏強化アップに 0.2、あとメイン性のアップに 0.2。そして、かけらがね、65個溜まったので、メイン性のアップ、詰めるだけ詰めるっていう 0.9。サブギア9個は付けれるようになったと。よし、じゃあこれで。さあ、これに、メイン性のアップのギアを。さあ、おし、カムバックに付けれたのかなりでかいぞ。カムバックに付けたのと、そして大仏強化アップに、いただきまーす。さあ、来たー。さあ、これ、来た！ついにできた！ついにできたぞ。じゃあ、それでは早速、メイン製のアップのギアを使って遊んでいきたいと思います。はい、で、今回は、スプラローラーでメイン製のアップギア、ちょっと試していきたいと思います。スプラローラーはね、メイン製のアップギアを積むと、与えるダメージが大きくなる。なので、ちょっと積んでない時と、サブギア9個積んだ時で試していきたいと思います。試し打ち上で。まずは、試してない時。試してない時は、約1角距離。横振りは約 1.5 本分かな ?1.5 本分。で、縦振りが、縦振りが 1.5 本ちょいです。はい。じゃあ、サブギア、メイン製のアップ積んでみたいと思います。はい。メイン製のアップを積むとどれぐらい伸びるのか。やばい！待って。なんかもう感覚、それローラー使ってる人ならすぐわかる。なんかね、違う。これ近くなのって感覚。本当に。今ね、サブギア9個積んでる。やばくない？やばくないか。ちょっとやばいわ、これ。なんかもう、本当に、あれ、ちょっとかと思うかもしんないけど、多分、ローラーを結構使ってる人からしたら、これはね、かなり伸びてる。じゃあ、次、縦振り。あ、やばいよ、これ。待って、やばくねえか。やばくねえか。逆、もう2本分近くだよ、縦振り。これ、やべえ。やばい。まあまあ、これ、ローラーやばい。まあ、他の武器も多分やばいと思うけど、ちょっと待って。
やばいな。ちょっと他の武器見てみよう。カーボンローラーも与えた目で大きくなる。これ次カーボンローラーの動画。で、まあ他の武器もちょっと、あれ、試していくけど、まあ今日はとりあえず、スプラローラーでとりあえず縄張りバトルでどんな感じなのか試していきたいと思います。さあ、行っていこう。はい、マッチングいたしました。モンガラキャンプ場の縄張りバトル、よし、やっていくぞ。さあ、メイン性のアップでやっていきたいと思います。新武器が、そう、新武器出てるか、早速新武器が大量に、やばいんだけど敵が、敵がクーゲル。クーゲルベッチュ、ゴーニガのベッチュ、ゴーニガのベッチュも強いからな。全部ベッチュ武器、今回のベッチュ武器は全部強い、本当に。だが、しかし、今回は、私はですね、あれな、ナイス、メイン性のアップだからね、炭酸ボム投げてくる。けど、俺がやっちゃう。味方強い。ちょっとやることないんですけど、ちょっと待ってね。じゃあ、俺こっちから行って、ナイス弾をなぜか、池に落としていく、味方は。一加速積んでない、あれ。だから、かなりあれだけど。さあ、まずゴーニガラを倒していく。さあ、どう行くかな、これ。とりあえず塗るか。塗りタクル、テンタクルしてって、さあ、モンガラっていうのがちょっと、私、やっちゃうよって話なんで、いや、メイン性のアップの効果、今あったんじゃない？メイン性のアップの効果で今やれた説あるぞ。さあ、こっち来ねえかな。左行ってるけど。さあ、やっていく。さあ、この位置角距離、いや、本当にね、あれ、ローラーは実感できるレベルに、格殺範囲が伸びてる、本当に。まあでもその分ギアが圧迫されるって考え、うわ、やられた、やられていく。クーゲルいつの間に来てたんだ。さあ、ちょっと塗りがこっち弱いから。さあ、どうするかね。ちょっと自陣塗って。まあ今回はね、まあ試合に勝つというよりかは、ちょっと面性のアップの力を見せていきたいけど。さあ、これ飛んでいって。さあ、1枚持っていく。さあ、こういっちゃうんですよ。いや、今の面性、あー、これ死んじゃうか。やばいやばいやばい。さあ、これいけるかな。これクリアリングしっかりしてくる人だったら結構厳しいけど。おそらくそん、あ、これバレてなさそう。オッケーオッケーオッケー。頼む頼む。来い、こっち来い。やばい、死んじゃう。さあ、メイン性のアップ、多分今のもメイン性のアップのおかげでやれた説あるぞ。さあ、ナイス、オッケー、これで。いや、ちょっと一加速が遅いからあれだな。やばい、これは逃げた方がいいか。これは逃げた方が良さそうやな。さあ、さあ、そこやられたところを、さあ、一枚持っていくって、もう一枚持っていく。ナイス？オッケー。最後、やれるか。やっていくー！オッケー！ノノノ！ナイス！いや、マジでメイン性ラップ強いよ！本当にね、なんだろう。あの、その、一角取れなかった時もなんかダメージの強さを感じる。てか負けたんじゃね？これ。あべえ、勝っていくー。しっかりと勝っていく。いや、マジで感じる。ちゃんとしたギア作りたい。メイン性のアップで。多分、あれ、後々、メインギアで多分ゲソターンで出てくると思うからね。はい、マッチングいたしました。ショッツル鉱山の、ナバリバトルー。よし、やっていくぞー。いくぞー。ちゃちゃんちゃん。さあ、いくぞ。いやー、やべえ。ただ、もうリーグマッチしまくるわ。ちょっとメイン性のアップのギアが欲しいから、多分でね、今かね、確認してきたら、メイン性のアップのギアがもうゲソタウンに出てた1個。うん。まだ1個、頭1個だけなんだけど、出てたから。さあ、やる。さあ、これ敵、あ、こっち行ってないのか。じゃちょっと塗りつつやな。やばい！強い！ほんと威力やばいんだけど。威力やべえぞ、これ。ちょっと待って。ナイス。オッケー。これこっちからも来るか。一回着地打つか。一回着地打って。さあ、一発当てたけど。
あと一発、オッケー、やった。あぶねえ。さあ、そこでクーゲルが待ち構えてるから。ワーマーか、めんどくさいな。あれ、クーゲルじゃない、ノーチラスだ。ノーチラスが怖いんだわ、また。これやれるかな。これは着地かろう、安全に。やばい、あ、着地刈り逃した。くー、やられたな。こっちちょっと塗りが弱いかな。さあ、自陣左塗ってないけど、もうここキルで押したいな。ローラーで塗るの結構きついから。さあ、どうしていくか。味方が一人帰っていくけど、どうするか、これ。いや、これちょっとカーリング流して着地貯めてからだな。ちょっとここ塗り固めつつ、いや、一回ここ塗るか。こっち塗らないと勝てねえな。とりあえずこっち塗ってですね。いやー、もうちょい。もうちょい攻めてくれたら、一回飛んで、これやられるかな？やられないけど、着地をどのタイミングで打つからな。さあ、ちょっと待って。あれ、お風呂か？お風呂の足指きやな。あって。やられた！くっそー！それ強い！さあ、どうするこれ。着地狩りされてしまう。さあ、そして抜けられて。あー、やばいな、これ。さあ、こっち自陣塗りも甘いから、結構厳しいかもしれない。さあ、やっていく！オッケーオッケー、でかい。この19はでかいぞ。さあ、やった！オッケー、でかい！これやったぞ。でかいぞ。やばいやばい、これ死ねない。これマジで死ねない。やった、オッケー。お前も、やった、でかい。オッケー、でかすぎる。たまれ、最後。たまれ、オッケー、最後打った。オッケーオッケー、これ勝ったんじゃね。最後激アツだったぞ。いや、勝ったでしょ、これ。敵も塗りし、自陣塗り全然しないし。オーケー！勝っていく。いや、縄張りもなかなか熱いバトルだと楽しいなぁ。はい、まあ、ここはね、ローラーはね、こんな感じです、ほんとに。めちゃくちゃ強い。はい。で、これからもね、どんどんいろんな民生のアップで、いろんなギャー試していきたいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。